きます。ベルで、はい、3、2、1。マンモメン。今日はね、はい、カイトの新居で雑談ということで、はい、お久しぶりでございます。いや、お久しぶりでございます。本当に3ヶ月ぐらい、うん、話すことは決まってないのでね。そうなんだよね。困ってるんですよ。もう喋んなくてもいいけどね、もう、うん、自然に、うん、ああそういうことね、無理にね。さっきの感じでいいんだよ、いつもの雰囲気的だね。そうそうそう、ちゃんと座るから良くないのかもしれない、こうやってなんかそういうことね、位置を決めて。そしたらあれじゃない、カメラその台所の上ぐらいからこっち映しといてさ。ああ、そういう感じにする、うん、あ、じゃあ、うん、そのまあゲスめの女の話はおもろいけど流せないからあんまり、うん、もっとこの柔らかいやつ、優しい恋愛以降、そうそう、可愛いやつにしよう。恋愛ね、高校生の恋愛、修学旅行キュンキュすることとかにしよう。ああ、いいじゃん、修学旅行レベル。そう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 、いや、なんかない、そのさ、じゃあ、まあ俺らもう今20歳の代なわけじゃないですか。今、ガチで好きな子ができて一日デートできるってなったらどういうプランで行く？なるほど。うわデートプラン、まあ7時ぐらいから飲みってホテルかな。うわー、いやセフレやん、それ。いや出会って1日ぐらい7時ぐらいから飲み行ってる。大好きじゃないのよ、ほら好きじゃねえよ、これは。大好き。もっち合コンしたくない。合コンね、いや前、いやまあね、そう嫌だとは言ってたけど、ちょっといいかもしれないとは思う。結局ね、俺がなんかこうちょっと脳をいじった。あ、いじった、ちょっといいかもしれない。合コンマスターいらっしゃる。G マスター、 G マスター、合コンマスター、 G マスター、 G マスター。合コンの極意とは、極意とは語っちゃう、もっちに。合コンの極意とは、うん、チーム戦です。そう、もうだから例えばじゃあここと、ここ対ここで、こう、まあ、うん、どっちか女の子ですね、こっちが女の子ね、あとすんじゃん、うん、でももっちがここで、うん、今日お前のターンでって決めんだよ、うん、でもさ、ここで話してて、まあどっかのタイミングでお前がどれ誰を気に入ってるかを言っとくわけよ、うんうん、そしたらその瞬間もうこいつらクズになります。なるほど。めっちゃ遊んでんだよねみたいな、もう合コンとか何かしたか分かんねえやみたいなこと言い始めるわけですよ。なるほどね。でお前はそんなに経験なくてみたいな、真面目ぶり始めぶるんですよ。なるほどな。リアルすげえ、リアル。そしたらもう多分ここ3人はこっちには多分そんな興味いかないから、お前が相当なんか気を取ったら行っちゃう、もう前お前にも興味なくなるけど、大体こう流れてくるわけ。確かに。もう選べますよ。うわうわ、この動画も合コン必勝マニアで。これでみんなも合コンできるぜ、落とせるみたいな。それはちゃんと信頼しやすいから。笑っちゃうと、もっちをよいしょしに合コン、でも乗せと俺ともっちで行ったとして、よいしょしなくていいんだよ。俺らが手組んでさ、もっちを押そうって思った時点でもうおもろくない？もうおもろいじゃん。もっち頑張るよとか思いながら。もっちがなんか、ね、ちょっと趣味とかどうなの持ってきて。一緒に言ったら死ぬまで笑う。違う違う違う、頑張ってるわーで、もう妄想が進むわ、スモッチの合コンは。いやもうなんか出会いがないとかね、ずっと言ってるからね。あ、まあ、ね、それについて言ってほしい、出会いがないってことについて。そういう言い訳作っちゃってる自分がいるわ。あ、分かってんじゃん、分かってんじゃん。これ自分で分かってますアピールすることで、これ以上踏み込まれないようにしてるって作戦。じゃあガンガン踏み込もうか。うん、いやまあまあまあ、出会いがないのなんだろうと思う。出会いがないのは、まあ話しかけとか俺がやってないからかな、あんまり。話しかけるし、うん、おー、そう、間違いないな。え、だって、女の子いるんでしょ。いるね、いるね。いないことはないよ。一応可愛い子がいない。いや、そういうわけじゃなくて、学科が違うから、その接点が少ない。接点、だからもう接地面の問題なのよ。あー、うん、いや、別に学校に来なくてもよくない。もう、まあそうだね、確かに確かに。なんか中学のさ、でもさ、中学だとちょっと離れてるからどうしても合わないんだよね。いや、バイト先女の子。あ、そうだよね。いや、まあいるけど、まあそうだね。それはまあ一番ワンチャンあるなら。うわ、ワンチャンあるじゃん、うん、ワンチャンあるじゃん、女の子いいじゃん、うん、女の子いて、でその子がダメだったら、うん、もうそこなくなると思って、いや、うん、違う、その子の派生で、その子ここに出ました出ました出ました、その派生派生から派生です。友達の友達、その友達の友達。
キズどんどんマリオスのようにこう知らねえやつがこう勢ぞろいする。俺モッチのデートプラン聞きたい。そこだけそれを使いましょう。まあそれはそれ聞こ、モッチのデートプラン。ちょっとだってこれは全部企画。いやいいよ別に、それは理想でしかないよ。そう理想でしかないよ。するとしたら現実じゃなくて理想で、理想じゃあ今日土曜日じゃん、うん、明日一日空いてます、うん、女の子とデートできます、うん、ちゃんと好きな子ね、俺の理想ね、はい、どこに行きますか、うん、まず場所、これちょっと場所ははっきり分かんないんだけど、うん、施設として行きたいところがあって、うん、足湯行きたいんだよね。足湯、足湯、まあ、いい、足湯、いい、まあ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 聞くわ、聞くわ、足湯に行きたくて、はい、なんかゆったりできるところがいいというか、うん、足湯ね、はい、足湯、そうそう、足湯みたいになんか回復できるようなところ、めっちゃ淡々と進ませようとする足湯、まずじゃあ、まずじゃあ足湯、集合して足湯行くんだ、まず集合して足湯、まあまあなんかいきなり足湯、足湯、足湯温泉とか本当は行きたいけどあんまなんかちょっとあれじゃん、じゃあ初デートで温泉はちょっとあれじゃん、初デートだよ、彼女じゃない、そっかそっかそっか、落とすためにね、初デートで初対面で好きな子できた、好きな子なんだよ、いやそれはないわ、確かにそれはない、それを聞いてんだって、好きな子できました、明日デート行きます、何回目だよ勝ちに行って、勝ちに頭悪いんでさっきからお前がやりたいことぐらい聞いてないから、お前足行きたいから、ちょっと行けばいいんだよ、完全に行けよそうなんだけど、俺わかんない、なんだろう、そう1日あげてくれてたとしても飯ぐらいがいい、最初はっていうイメージね、俺は。じゃあ何時集合、日曜、いやもう全然夕方とか、何時、何時、うん、5時とか6時ぐらい、はいはい、5時6時ぐらい、はい、それはどこ集合、じゃあお前の最寄り駅の2個横に住んでます、ああ、うん、で飯はどこまずどこ行くの、そのどっちかの最寄り行くのか都内に、都内行きたい、おお、そういう時は、そういう時は都内もこうパパッと調べて、あ調べるのね、ちゃんと調べて、ちょっと行きたいとこ、予約は予約するのしないの、いやするよ、おお、いいぞ、そう、まずで予約もしちゃうで、まあパパッと調べて、はい、まあ、例えばなんかどっか行きたいっていう話を事前にしといて、うん、ある程度ジャンル合わせたところを予約したい、はい、で待ち合わせはどこですか、待ち合わせは別にそこのその女の子のいるとこでいいかな、お前は行くぞ一回そこに、最寄りに、最寄りっていうか、まあまあまあ別に都内、こっち都内だと、都内で集合ってどうなるかなと思って、モッチの最寄り、うん、女の子の最寄りだったら、うん、お前は女の子の最寄りまで行って、うん、でもそこで待ち合わせるのか、女の子にお前のところに来てもらってそこから行くのか、てかなんなら俺もう電車、いやでもえ電車で行かないもんね、ドライブで行くタクシータクシータクシーって、違う違う、まあまあそうタクシーそのそうなのタクシー女の子、マジじゃ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 進まんし女の子のまあ最寄りかな、最寄りまで行ってあげて、行ってあげて、うん、え、みんなはどうする、その初デートで行く方面の方に自分が近くて、はい、でしょ、まあまあいい、そうそうそう、要は線が一緒だからでしょ、目的地、駅駅駅駅、自分の最寄り駅、駅駅、その子の最寄り駅ってことでしょ、うん、こう行く、え、俺全然行くよ、マジで、俺行かない、俺も行かない、え、だって俺あれだもん、俺も行かないか、あの、線的になんか、なんかここ俺の最寄り、うん、お前の話、現地ここ、うん、で、その子がなんかまた違う線とかだったら、うん、それでもそっちまで行ってで行くの、へぇ、なんかさ、それはそんなの重くない、え、違う違う、普通になんか話してて来てって言われるの、それは違うじゃん、それは違う、それはだって立場が違うじゃん、今の作り出してたあのやつじゃないじゃん、違う違う違う、お前持ってきちゃったじゃん、自分がいいからずっと持ってた、違う、また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 ま
俺はそれはおごるんだ。うわー、こう難しいね、ここね。そうなんだよ。そう、でも、どういう状況なの？何があってもおごる。いや、でもそこが結構微妙で、前まであったその事例として俺はおごってたの、今まで。はい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 、はい。だそれがどうなのかなとは思ってる。僕今のところマインドはそっちだけど、みんなにも聞きたい。じゃあそこをじゃあちょっと話そうぜ。どう話しましょう。どう好き、マジでガチで付き合いたい女の子と初デートで飯行った時に、うん、予約しといてこっちが行きました、うん、お会計まだ1万円ぐらいかな、1万何千円ぐらいだとします、うん、どうしますか。いやなんかその子によって買えない。なんか他の女の子にその頼んでそのおごる話をしてどっちがいいかを聞いといて、あらかじめね、めっちゃ軽い、あのおごられたい派なのか割り勘したい派なのかを入れといて、その子に。でもほんとなんかあれだよね、おごられるの嫌いな子ほんとに嫌いだよね、うん、あっちとこう飯をシェアできるかで俺決める。おお、シェアできた子はもう割り勘でいいと思ってる。はいはい、じゃああっちが個別でもうずっと自分のやつ黙々食べてんなら、なんかおごんなきゃかなと思っちゃう。最善的なその形式、あ一品一品、まあ、ラーメンは違うけど一品一品だったらおごり。そうだね、うん、じゃなくて3品パッと頼んで自由にこう、そう食べてったんならもう割り勘でよくないと思ってる。へぇ、その考え方も新しいな。いや、まあおごってしまうよな。そう、結局なんだかんだおごっちゃう。おごりたい、かっこいいから、おごらしてくださいって感じ。そうおごらしてください。本気で好きだったらさ、来てくれたって感じじゃん。そう来てくださったんだったら、来てくれたからもうその払います、その量ですね。来てくれた量ですね。ほんとそうね。結局それで渋られたら次はおごってもらえっていう約束すればいいだと思うんだよ。確かにね、確かに。そう、次はおごるよ。それで今回俺じゃあおごるから、そう次じゃあ何かおごってよって言ったら次もいけるし、おー、気持ちも発揮される。みんなでおごろう。すごいこれだ。うわー、結論おごろう。わー、これだ。もともとどういう話だったっけ。もっちが飯、そう、おごじゃあもっちは飯おごるねとりあえず。まあそうね、今の前だそうなんです。おごりました。はい、おごりました。わー、じゃあ始まった9時半とる。わー、遅くね。大事じゃない。いや、でも飯どんぐらい食う。でもまあ俺はゆっくり食いたいし、そんな長いの。5時に出て6時ぐらいに着いて、てか言ってればでも何だかんだ喋って9時ぐらいになる。そう、相当話が盛り上がったんじゃん。もうなんかそうなるけど、もう話盛り上がって9時だよ。そう俺のメインイベントは食事だと思ってたから長くてもいいんじゃないかなと。確かに。そう、だらだらするやんかな。でもその後大事か。その後かも。その後わかんねえんだよな。え、むずいね。その後マジで何すればいいかわかんないんだよね。初デートよ。ここ迷うよね。解散した方が真摯なのか、それともちょっと自分の欲望を出してもうちょっと一緒にいたいと思ってもいいのかっていう。でも今の俺は絶対解散しちゃう。いや、言えない。そんなもう一軒行こうよ。なんか言えない絶対。もう一軒行こうよ、飲み屋みたいな。はい、じゃあかな。ちょっと今俺のイメージはこの前俺とモッチで行ったあそこのイメージ。ああ、そうあの感じ。あそこでそう行って飯食い終わって誕生日におごったの、イタリア料理を。料理を。そう、そこのイメージだよね。俺はそのイメージ。俺もそこがなんか一番ピンとくるかなと。そこ出てそこにいいんだよ今。そうそこにいて、でどうする。まああの駅で帰るかな。それ送るか送んないかもんだよ。いや、送りはするかな。線は一緒だもん。そう家まではさすがにいいよって多分なる気がしちゃうから、駅でバイバイっつって。まあそうな、初対面でいきなり家に来られたらだるいと思うから。それは何回目のデートで告る。いや、それはそれはあんな、そんな早くとか。こっちの気持ちはずっと変わらないから、ずっと好きやから。何回目とか3回目、何回目とかじゃないと思う。多分その、なんだろう、期間によるよね。期間というか、あちらもあれだよね、反応にもよる。まあよね、いつもにもよるし。多分、だってどれぐらい会えるのかもまた変わってくるだろうしさ。結構じゃあ頻度は1週間に1回とか会えるんです。1週間に1回会えるんだったらまあ、いやでも俺基本的になんかね、関わってから1年経たないと付き合いたくないんだよね。うわ、それ珍しいよね。俺、1年冷めちゃう。そう、俺も冷めちゃう。冷めちゃう。好きになってから1年じゃないよ。あ、そういうことね。関わり始めるから関わってから1年は絶対必要。逆にそんな何ヶ月も経った後で好きになったね。うん、結構あるんじゃない、わかんない。自分人好きにならないから。こういうタイプなんだね。うん、多分俺と逆だわ。俺こういうタイプ。前もジェットコースターだもんね。熱しやすく冷めやすいってやつ。そう鉄みたいなやつ。鉄みたいなやつ。それは結構ね。じゃあ、どうせどうだったの。そのさ、元カノと何回デートして告ったの。
いやでも3回ぐらいかな。あ、でも3回で決めるんだ。3回ペイいいかな。そう、3回同士初対面で会って1回目、あ、いいな、3回目、やっぱこの子だ、よし。お互いが結構さ、惹かれ合ってるのか分からないとさ、いや、まあ、1回っていけなくない。まあ、それその前のもちろんアプローチもある。その1回目のデート前から相当好意持たしといて、デート行く楽しくなる、デート行く楽しくなるでも決める。すげー、もうどんどん上がったわけ。逆にさ、最初からここ来て、こう来て、こう来て、こう来て、あ、もう来た、もう、そうそうそう。逆になんかさ、相手が自分のことさ、あの、気になってんのか気になってないのか分かんない状態じゃ来んねんってこと。自分がいいから好きなの。あー、いやー、そうなのかな。確実ですか。いや、でもそうだよ、うん、怖いもん、うん、徐々にだって、行ったもん、ギャンブラーじゃないから。デートしすぎんのも俺良くないのかなって思う。ねえ、長続きしてもね、何このヘタレって思われちゃうからね。3から5だと思う、俺は。うん、あ、一番わかる。恋愛対象じゃない、うん、3から5だね。それ以上行くともう友達になってくる。ただの友達で楽しい子だねっていう、うん、って終わっちゃうから、ね、なっちゃうね。そうだね。というわけでね、はい、まあ、回答を、まあまあ、また数ヶ月後に、うん、まあ、お話をね、いらしてください、またしに来る可能性がありますのでね、はい、その時はもうちょいなんか言える面白いエピソードをたくまに出てくる。言えない、言えないものがいっぱいあったみたいな。というわけで、はい、回答からお送りいたしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。